吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。小型ガイバーは毎回致命的な欠点がありますが、使えそうなモデルが発売されたので開封したいと思います。インペラーが内部にあります。僕が買った外部式ユーターはこちら、オワーズから発売されておりますフィルトスマート100。まずは使用とスペックを語らせてください。幅19センチ、奥行き 19.2センチ、高さ 31.2センチです。対象炭水化物量、適合水素45から60センチ、有料310リットル、毎時 50Hz、 360リットル、毎時 60Hz、 スロッコ 1.24m50Hz、 1.48m50Hz、 消費電力 7.1W50Hz、 6.5W60Hz、 ろ過容量 0.7リットル、ホース径内径 12mm、 外径 15mm、 放置量 2.5m で価格は 12,900 円でした。特徴としては蓋を外さずに着脱可能なプレフィルターと、多層構造のメインろ過装を搭載するろ過装置です。大容量のフィルターでしっかりと水中の汚れを取り除きます。また付属のプラスチック素材ヘルエックスと定期的なプレフィルターのメンテナンスにより、長期間にわたって通気性をキープできるという特徴があります。そしてポンプを水槽内ではなく水槽の本体内部に搭載するタイプなので、水槽内の景観を壊してしまうことはありません。さらにスポンジ素材とセラミック素材を搭載した多層式のろ過装により、小型ながら確かなろ過能力を発揮します。使用方法としては記載していなかったので、後ほど説明書を見ています。最後に注意点としては、本品はアクアリウム用品です。目的外の用途では使用しないでくださいと思うと、それは箱の外観から見ていきたいと思います。オワーゼフィルトスマート100、外部フィルター、物理的生物的なフィルタリングシステムでクリアな水を実現。エネルギー効率が良く、音が静か、コンパクトなのに大きなフィルター面で効果的なフィルターレーションを可能。マックス100リットル、 50Hz310リットル、毎時 60Hz360リットル、毎時淡水海水量用、4年保証。側面は同じことが書いてます。モガダオの側面でございます。オワーゼは1949年ドイツで設立した世界をリードするウォーターガーデン業界ブランド企業の一つです。私たちの革新的で高品質な製品は、ガーデン愛好家や池愛好家、造園専門家のご要望にお応えします。オワーゼは長年の経験をもとにした限りない可能性をお客様の池やご自宅の水槽にご提供します。革新的で万能な製品は、専門家だけでなく初心者の方にも魅力的な水槽作りをご提供いたします。自然と一体感を感じてください。本製品の消耗部品についてってことで、セラミックフィルター、メディア材 420g、 あとスポンジ、インペラー吸盤、あ、これも交換できるんだね。今まだ売ってないんですけど、時間経てばこのパーツだけの売り出しもあるかもしれません。裏面でございます。容定が 0.69 から 1.24、 消費電力は 3W、 7.1W、 あとサイズも若干大きくなってます。内径912が1215になってます。あとは蓋を開けてる様子、吸圧水パイプを設置してる様子、カラー付きで接続した様子も載ってます。こちらはオワーゼから出ております。それでは開けていきたいと思います。医療フィルトスマート100、オープン。ホースが見えるね。まずは取扱説明書でございます。フィルトスマート60100。昔ね、こんな立派な説明書なかったです。やっぱり苦情入ったんだろうね。もう全然わからんみたいな。安全にお使いいただくためにということで、警告と注意書きが書いてます。記載はいつも通りです。技術データってことで、60と100の比較が載ってます。これ外径16って書いてるね。箱は15だったんですけど、外径16です。ホースのね。で、重さが 2.1kg です。水温4度から35度での操作のみ利用可能。そして本体にイラストが載ってます。右側に名前が書いてます。これ見づらいんだよね。設置と接続ってことで、最初日本語でブワーってやり方書いてます。文字だけです。その後後ろの方にイラストだけが載ってます。だからちょっとこれもう見づらいですね。できればこうイラストの名前がこう書いてたらよかったんですけど、やや見にくい構造となってます。スポンジフィルターの取り外しの仕方。この高音式の流量調節がクソなんですよ。まあいや。あとまあホースのやり方とかね、いろいろ載って、これね、わかりにくいの後ほどやります。私はわかりやすく。で、これを見るとさ、めんどくさそうだなって感じると思うんですけど、今回シンプルにできる方法やります。これネジ頭ついてますね。いいね。で、ABC の層でそれぞれろ過しますよっていう、いろいろこういうの載ってます。トラブルシューティングってことで、機械が駆動しない、水流が十分でない時にどのように対処すればいいのか載ってます。なので最初は説明書を読んで対処するといいかもしれません。保証書は見当たらなかったです。続いて本体、手のひら出せるとこんな感じ、手より少し大きいです。そして本体はとても重たいです。小型外部の中で一番重たいと思います。で、これ持ち手とかないんだよね。本体をこう持たないといけないんで、ちょっと持ち上げるとき大変だね。正面はオワーゼって書いてます。で、本体は透けてないです。グレーと青、正面を見るとこの水を入れるところ、そしてホースだけの着脱ができるところ、あとグリップですね。土台はこんな感じです。ゴム足をつけるところが4箇所にあります。オワーゼジャパン合同会社っていうシールがあってます。オワーゼというロゴが書いてる反対側から電源コードが伸びてます。こっちは何もないです。こっちも何もないです。まずこれ開けてみるか。オープンクローズって書いてます。最初は硬いと思うんですけど、あ、いいわ。
こんな感じ。指入りますね。例えばね、私みたいな不器用な人はね、こっからこうやると水こぼれるんですよ。だからこの100均のロートを使います。これをこうかぶせるとこれだけ広がったので、こっから計量カップでこう水入れればすぐ水こぼれずに入れることができると思います。まあ、たまにこうね、取ってこう見なきゃいけないんですけど、今回はこれを使って入れてみようかなと思います。あとはキャップがしっかり閉まるのかどうかっていう、ああ一応ねキャップにオーリングついてます。いいっすね、水漏れしないように。こうやって、あガチャって言うね。あ最初だけだわやっぱり。これ全然硬くないです。いいっすね、オーリングがあるから。これはいいわ、インアウトの表記あります。これをねこうやって上に引き上げる。あいけるね、ホースだけの着脱が一応できます。でここは2つ穴開いてます。私としてはこれ全部ガパって取れるのかなと思ったら、この上の部分が取れるんだね。プレフィルターだけの洗浄できるのか。60センチ用のオワーズの外部はプレフィルターだけのあれが外せたんですけど、これはここだけが外れるんだね。プレフィルター外そうと思ったらここのロックカバーを取らないといけないんだ。なるほど、開けます。外側に向かってこのグリップを外します。これめちゃくちゃ硬いです。そしてでこの下の部分、ここをねこうちょっと引き上げます。そうすると本体がちょっと浮きます。こっちも引き上げます。でこう取ると、こちらが内部です。まずストレーナーがあります。あこの空気のやつもありますね。でインペラーがついてます。はい、こんな感じで、あこれ簡単だな。これ弱いですね、これは弱いです。簡単な力で取れます。ゴムキャップありますね、インペラーがあります。モーターヘッドもそこそこ重たいです。こちらがインペラーです。羽は4枚で色は緑です。独特な形状です。これも使っていくうちに汚れていくと思うので、こうした100均のブラシで洗ってあげると流量低下は免れると思います。洗い終わったらまず中央部に設置します。インペラーカバーを上から取り付けます。その後これをストレーナーを取り付けます。モーターヘッドが重たかったんでね、ろ過装が ABC 3箇所分かれてます。ここは多分リングろ過剤入れるところです。でこれが A、 あ分厚いスポンジだね、弾力性の、あこれいいやつだわ。オワーズの水中のスポンジと同じです。弾力性があって本当高級の食パンのようで、目がとても粗いです。本当物理ろ過能力に特化していると思います。上に行くほど若干細くなってます。ろ過装 B に入ってるのは真四角です。目がとても粗いです。これも長期的に使えそうですね。で中はこんな感じです。仕切りが2つついてます。あこれいいわ。テトラはねここねごっちゃごちゃごちゃごちゃしたのあったんですよ。もうね凹凸があってですね、奥まで入れるの大変だったんですけど、これフラットです。だからこうすぐ下にシャーって入れれるんだよね。入れてみよう。ほらねちゃんと入る、これがいいんですよ。 A も B も同じやつ入ってますね。でもここは広いのでもう手入ります、余裕です。で下もそんなボコボコしてないので洗いやすいと思います。まあただまあこれを言うならば、例えば何かに入れたとしても必ずろ材は下に付着するよね。これ浮かないんですよ、こう入れたとしても。だからちょっとそこだけ注意が必要ですね。なんか別のろ材入れようとしたら一番下にこうろ材が付着してしまう可能性がある。そうするとこの最下部に嫌気性バクテリアが湧くかもしれませんので、最下部は付着するというのは欠点。続いて付属品、こんな感じでフル装備ですぐ使えるんですけど、今回はゴムフィートとナット、この下2つこれだけ使えます。あとは使わないです。なぜかというと使いにくくなるからです。このフィルターは内径 12mm なんですよ。だから他メーカーの内径 12mm のパーツ使えちゃうんですよね。だから買いました。でもちろん優秀なんだよ、すごくいいんだよ。このリングろ過剤とかもめちゃくちゃいいし、型崩れも起きないしね、いいんだけど、この本体今回とても重たいです。でこういうリングろ過剤入れてしまうと、これ持ち上げるときにね、よいしょーって言ってね持ち上げないといけなくなるんですね。だそんなんか手間じゃないですか。でみんなね重たいの嫌いなんですね。だからもう軽くしましょうということで、これです、ネクストゼレーションバイオメディアです。こういうスポンジなんですけど、これはね本当に軽いです。これを入れてろ過すればいいです。こちらがホースです。一見すごく良さそうに思えるんですけど、これめちゃくちゃ硬いです。もうエーハイムよりも硬いです。だからこれです、ジェックスの送水用ホース、これ内径12外径16です。これすごくいいです。でジェックスの外部式フィルターは300リットル台なんですよ。で今回これも300リットル台なんで問題ないですね、入量同じですし。ジェックスこんな感じですよ、もうホースがねこんな感じですごく柔らかいです。使ってる人わかると思うんですけど、もう全然違うんですよ。
ですね。で、柔らかい方がつけやすいので、今回ジェックスのホースを使って検証します。こちらがシャワーパイプと給排水パイプです。ね、シャワーパイプもこれすごくいいんですよ。穴の大きさもちょうどよくてね。色がちょっと黒くてかっこいいと。これ使うとガラス蓋閉まんないんですよ。あとここね、コイン式で、コインを使ってね、こう流量調節をするんだけど、こうすごく柔らかいんですね、ここが。だからずっと使ってるとね、まず流量調節できなくなるっていう欠点があるのと、流量調節した負荷っていうのは本体にかかっちゃうんですね。ってことはインペラの寿命を縮めることになるので、基本的には流量最大で使った方がいいです。じゃあどうすればいいのかっていうと、エーハイムの給排水パイプに変えます。ここがね、距離がこう少ないんでちゃんとガラス蓋乗るんですね。で、これがね、プラスチックで嫌だよって方は ADA のガラスのやつをおすすめします。いや、 ADA 高えよって方はリーフのプラスチックのやつがあるんですよ。だからプラスチック嫌だって言ってるじゃんって方はアマゾンで安いガラスのやつ売ってます。チョイスがね、結構こういうの出してるんですよ。透明なやつでいくらでも自分の好きなやつに変えれるんですね、給排水パイプ。いや、でも私ベタ買ってるとかね、いやちょっと水流強いの嫌だなって方は、ここにね、取り付けるナチュラルフローパイプってのがあります。もう大ハゼのね、動画なのに全然違うやつ出てきますけれども、 A ハイムナチュラルフローパイプ、これがね、水流を拡散してくれるんですね。こんな感じで上につけたりとか横につけたりとか下向きにしたり、これほとんど止水になります。700リットル台のやつでもね、ほぼ止水になるんで、これ300リットル台なんで、もうガチで止水になります。だからこれつければもう水槽の中止水になるんで、エアレーションした方がいいです。多分油膜が発生します。いや、でもこれすげえダセーやんけと、こんなプラスチックのやつ使いたくねえわって方は、 ADA から出てます。こういうなんか水流和らげるやつ。いや、 ADA 高えよって方はリーフから出てます。透明なやつ、プラスチックのね。いや、ガラスで安いの少しいわってことは Amazon で探せばね、いくらでも出てくるので、生態に合わせてこういうね、拡散突出口をつけて管理するといいと思います。ということで、今回はこのエーハイムの給排水パイプ、これを使ってやります。4個入ってるんですけども、このナットは使えます。オアーゼのキスゴムはさ、すごく優秀で硬さすごくいいんですよ。で、ここにね、でかい突起がついてるんで外しやすいんだけれども、今回これ使わないです。この拡散突出口はちょっと安定感が悪いんでね、こちらのゴムフィートは使えます。これ土台につけます。並べてみました。左側がオアーゼフィルトスマート60、右が100です。こうしてみると100の方がかなりでかいです。似てる部分があって、色とデザインです。グレーで青でね。ね、この100はなぜかね、こう片手でこう簡単にいけるんですね。こっちはね、硬いんすね。まずここが柔らかくなったっていうのが利点です。で、給排水口が手前と奥なのに対して100はまとまってます。なので100の場合はホースを最短で持っていくことができます。なのでメンテナンスの手間が軽減できます。で、100はこのバックルなんですよ。一方でこれは左右にこうちょっとここをガチャってスイッチを押して、でこう手前にやるみたいなね、これのやり方です。ただこれね、ちょっとこうめんどくさいですね。で、100の方が安定感あります。こう土台ついてるんですよ。だからこう指で押してもね、もう全然大丈夫なんだけど、これはもうすぐ倒れます。もう軽くてね、この電源コードにこれも持ってかれてるんですよ。だから安定感がないですね、こっちは。まあものすごく軽いんだけどね、こっちは重たいんだけど、よりこう倒れにくくなったっていうのも利点だと思います。こいつはね、本当に開けるのが大変で、こうやって、はい、はい、大変で、これだけですよ皆さん。たったこんだけです。ろ過装が。もうこんなんね、全然もう意味ないっすよ。もうこれ、わかるかな、この小ささ。確かに手が入る大きさではあるんだけど、やっぱりこう、ちょっとこう、パワー不足を感じるよね。あと150リットル毎時しかないんですよ、確か。嬉しかったのが、この100リットル台のままじゃないんですよ。まあこれはね、この中、内部のこれはすごくいいんだけどね、ストレーナーないんで。同じインペラじゃないんですよね。ちゃんと、このサイズに合ったインペラを搭載してます。それがいいなと思います。しかも内径12ミリになったから、エーハイムの給圧水パイプ使えるっていうんで、自由度が上がったんだよね。しかも、コトブキみたいにこれね、バチンバチン問題がなくなったんですよ。ね。わかるかな、この音。バチンバチンって言わないんですよ。だから開けるときに、うわ、怖えみたいな、風船割るようなね、あの感覚なんですね、コトブキの外部は。まあ、最初すげえ力いるんですけど、こんな感じでね。これで開くと。チャームの説明書だと、プレフィルターを、蓋を外さずに取れるって言うんで、ここについてるね、フィルターを外せるのかなと思ったんだけど、これただ蓋をこう外すだけっていうね、ここだけしか取れない。まあ、これも柔らかくなってよくなったんだけど、ここしか取れないから、まあ、ここも残念だなっていう。ここ繋がってほしかったよね。中身はこんな感じで2層と3層に分かれています。スポンジは共に同じです。もうね、これぐらいね違うので、これならばね4号でも、まあ、60センチもいけるね。それでは組み立てていきたいと思います。まずゴムフィートを土台に取り付けます。4箇所取り付けるところがあります。こちらの小さなゴムフィートというパーツをつけます。出っ張りのある方を下にして入れます。
こんな感じ。次に仕切り入れて好きな土材を入れます。仕切りは嬉しいことにこれ両方どっちでもいいです。こっちにつけようがこっちにつけようがどっちでもいいので、とりあえずこの溝に合わせて入れます。で、真ん中にこの穴が開いてるスポンジを入れます。オワーズというシールがある左側、こっちにもう一つのこのスポンジを入れます。ここにはリングロ画材入れてるんですけど、リングロ画材入れると重くなるので、ネクストゼレーションバイオミディアス、まあ何でもいい、好きな露材入れます。こんな感じ。次に蓋を閉めます。蓋にはこの給排水パイプを取り付けるところがあるんで、オワーゼの左側に来るようにします。まず上からかぶせます。これだとダメなんで、この下の部分を押します。こんな感じで引っ掛けます。で、あとはこれをギュッてやればいいだけです。その後この給排水口のこれも取り付けます。で、これギュッと押してこうちょっと回転させます。これです。これ OK です。もしここつけてない方はここもね忘れずにこのようにやっておきます。次にホース接続ナットにホースナットを取り付けます。このナットを取り付けます。ただこう上にこう2つつけてこう回転させる。秘宝です。水槽の横に置く場合は水面と本体上部の高低差が80センチ以内。水槽の下の場合は水槽水面から本体へ手生まれの距離が180センチ以内。これに設置すると稼働することができます。横に置こうと思って横に置いたんすよ。そしたらわかるかな？ここなんすね。ここにこうホースをつなげなきゃいけないから、こう給排水パイプをこの辺にしないといけないんですよ。で、排水パイプの場合もこの辺にしなきゃいけないってことで、こうなるとね、ここら辺になっちゃうんですね。何が言いたいのかというと、水槽の高さが30センチ以内は横に置いて使えないわ。排水パイプこうなっちゃう。最速でもこうだよね。1ミリでもこうだからね。高さの高い水槽ならいいんですけれども、高さの低い水槽の場合だったら水槽底上げしないとダメだね。ということで今回ちょっと底上げして設置しようと思います。いや、これね、本体が小さければ問題ないんですよ。これでかくて高さ高いんだよね。こことの距離がほんと全然ないっていうことで、いや、そこを気づかなかったな。本体自体は悪くないんですけど、小型水槽だと少し底上げした方がいいと思います。はい、組み立て完了しました。全体像としてはこんな感じ。これが理想です。これね、接続の仕方はホースをここに挿してこのナット回すだけです。手前の排水パイプはこんだけです。奥の給水パイプは8センチぐらいか。で、エーハイムの給排水パイプをつけることでガラス蓋がちゃんと乗ります。ここはね、もうキスゴムとかも一切なしです。なくていいです。つけたい場合はこの内側にキスゴム一つつけてもいいかもね。まあここちょっとあるんで、まあこれもね、切ればこのストレーナー上の方に行きます。少しこのようにね、底上げする必要はあるんだけど、60センチ水槽なら多分いけると思うな。高さ36センチの水槽、まあ、30センチ近い水槽の場合は少しこう底上げしないと横に置いて使うことはできないです。そこだけ注意が必要です。吹雪テトラ。それでは稼働していきたいと思います。と行きたいところですが、動画が長くなっているので今回も前編とさせていただきます。後編では水流と稼働を見て考察したいと思いますので、お楽しみに。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。以上、オワーゼフィールドスマート100の開放予備設置と組み立てでした。ありがとうございました。バイ。